もう一回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 これを切ってこわす。掘る、咲かせて、切って、で、切って、掘って、じいさんを吹き飛ばす。あ、やった、できた、やった水が。つづらお様、はあ、貴族街。はい、こんにちは、ささみです。第26回が始まりました。なんか貴族街というところにやってきたんですけど、なーにあれって感じですね。あれあれあれはあれはまがまがしすぎるでしょう、いくらなんでも。それでこっちの空気も怪しいですね。さあ、この橋の向こうに何かがあるみたい。あ、誰かいますね。こんにちは、チスチス。あ、来た来たぞ。千本目の刀を手にするときが。ほう、弁慶さん、泣きどころさんですね。海藻ってすごい名前。名だたる剣豪と腕比べをしながら諸国を漫遊し、999本の刀を。へー、うんうん、なるほど。あ、そうなの。ああ、呼び寄せた。なんだろう、琵琶湖に眠る生きた刀の噂。あ、私のことかい。知らないよ、何の話。生きた刀がいて。あー、リバヤさんのことか。うん、確かに。五条橋はからくりが仕込まれた。へえ、我のこれ一つでつなぐも切る。あ、そうなんだ。なるほど。ああ、そういうことね。さっきの釣り竿買っといてよかったじゃん。あ、釣りではね、生きた刀との腕比べ、真剣勝負なのだ。はあ、はあ、おお、純真無垢な色合い。へえ、とは言ったものの、うん、どうしたものか。え、持ってるよ、買ったよさっき。うん、雪舟。うん、あ、そうなんだ。あ、いや、絶対あげないんだけど。え、戦うことになるのかな。え、私が釣りしたいんだけど。うん、聞いてたけど聞いてたけどさ、あげろってことなの。なんで私がさ、お金出して買ったのにさ、なんであげなきゃいけないの。超やだ、私が釣るじゃん。そしたら、ちょ、どこ、釣り竿どこどこ、あれ、釣り竿、釣り竿さん、釣り竿さん、おおおお、ないだと。買っただろさっき。あ、下にいるのか下にいるのね。使用するあ、うん、あ、これね。なんで、なん、貴重品だから使えないの。いや、ダメだよ、使えるものは使わなきゃ。はぁ、あ、仕方がないな。じゃあ、あげますよ、そんなに欲しいなら。わかったよ、わかったわかった、はい、あげるあげる。ああ、お金払ってそんなに喜ばれたらお金いらなくなっちゃうんだけど。そうだね、記念すべき千本目、私も刀させてもらうよ。私も背中に刀背負ってますよ。私でもいいんだぞ。うん、おう、うん、うん、100年待ってもああそういうこと。あ、鉄道、あ、そういうことね。うん、ほんと気になる。刀って泳がないし。お、音楽がかっこいい。はい、わかりました。うん、はい、うやー、ちょっと待って、画面が難しいな。こっからこうか一本線だよね、折れちゃダメだよね。あれー、むずいな。お、来た、つながったつながった。はい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 、負けるんじゃねえぞ。よし、あ
れお魚ちゃん、あ、そっかそっか、あ、そうだ、切るんだ切るんだ切るんだ、はい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 、ワイで、これをジョキッとな、なんだろうか、ヤマメ、ワカサギ、え、ワカサギ、ここでそんなに冷たそうな水じゃないけどな、はい、今度こそ逃すものか、はい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 、今夜はお魚がいいな、よし、これはメダカ、ちでかくない、メダカ出たよ、出た出た、あ、でも川にいたやつよりちっちゃく感じるけどな、これじゃないのかな、これじゃない、はいはいはい、ワイ、え、これ、いや絶対これ竜宮の使いだよ、あ、もう一回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 、はい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 、え、はいはい、カットー、え、もう一回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 、はい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 、ワイ、はいはい、ジョキットな、よし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 、これこれ来たか、あー、タチウオね、はい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 、そういうことか、え、じゃあ全然リヴァイアさんじゃないじゃん、まあもうこんなところでリヴァイアさん釣れない、そうだよね、だってリヴァイアさん海にいるんだもん、そうだよ、こんなところでリヴァイアさんに出会えるわけがない、はい、そういうこと、そうそうだよ、そうだね、生きてたね、うんうん、まあそうよ、うん、頼む頼む、あー、つながった、はーい、釣り竿返して、あ拍子抜けしちゃったんだね、うん、あ、何、奪われたな、これ普通に奪われたね、シンプルに奪われたね、こいつはちょっと待てーって、うんうん、立ち上ってるあれはね、台風、あ、ちょっとあいついるぞ、またあいつか、もういい加減にしてくれよこいつ、あー久しぶり、スルーしていいかな、だダメ、できない、シワか、もうせっかくイケメンなのになんでこんなに性格悪いの、ほんとだよ、ほんとだよ、許さない、暇じゃないよ、探し物、うん、はいはい、切れたよ、ほんとに、うん、うん、はあ、え、うん、そういうこと、まさに天への道なんだよ、ほー、え、どういうこと、ど、はあ、はあ、え、全然意味が分かんない、うん、不気味な霧がさ、そう、あ、女王卑弥呼とグルになって、うん、千里の道も一歩から、確実に人々を死に追いやろうと、はあ、え、何、卑弥呼様か、はあ、うん、いや、そうなんだけど、出た助言、一寸先は壁の穴から、何この立ち方、ジョジョ立ち、源氏の周りにも針の穴との隙間は必ずある、あー、なるほどね、まあ完璧はないってことだよね、それはね、わかる、まだかな、あー、都一日一度はつづらお様に
お会いしないと。みんなつづらお様に会いに並んでんの、これアイドル住職。あ、だ、ちょ、綺麗っつった。え、あ、なに、アマさんなの。あー、暗黒寺ってあそこのお寺さんのあれだよね、前の第23回に出てきたあの、今住職はいないんだよって言ってたあのお寺の。はて、困ったの、このゴルト丘の上にアンコールというフラテラがあるんだが、相変わらず忙しい。住職はお忙しい。へー、さぞ美人なんでございましょうな。お、そうなんだ、元気にね。うん、なるほどね、私も一度。なるほどね、あー、みんな大好きつづらお様ってことね。はいはいはい、お邪魔します。ちょっと先回りして入っちゃったけどいいのかな。あ、どうも。あら、これはなるほど、そういうことね。これはね、遠洋ですね。うん、あなたも、あー、そうです、つづらおさん2層だ。揺れとる。おい、そんな邪念の塊みたいな層はいるかよ。うん、ボイン言っちゃったよ。これはいいすんでない。もうやだ、綺麗っていうか綺麗だけど雲隠れしてるっちゃねえか。うん、闇の気配を感じて。そうなの、またのおろちが、ああ、そう、私吉凶入り混じった混沌の波は医療島原に申し寄せている。行かれる水流が行かれとるかな。海原わらし、禍々しき脳無は都を冒涜する。すごい難しい言葉使うね。平和だった中津国には、なんだろうね。うん。ああね。散ったもんね、なんか。影が。うん。はい。何を隠そう。狼アマテス様やおう。この狼が、まあまあ、そうなんだけどね。うん。うん。あ、いいけど、何すんの？え？加えるの？あ、ごめん。エッチなことしちゃった。噛みついちゃった。あ、筆調べね。はいはいはい。何したらいい？何したらいいの？風かな。あ、ちょっと風でろうそくを消したらいいのかな。あれ、使えないな。いや、使えているんだけど。あー、できた。で、調べよう。うん、このものなら。お、本当？うん、なんだろうか。そんなにおっぱいがでかいのに悩み事があんのか。私もお伺いしたい、おっぱいがでかい悩み。魔除け札を失った今、いかなる手の内容もないのだ。あー、そうなんだ。魔除け札ね。あ、魔除け札ちょっと勝手にいただいていきまーす。勝手にいただいていきまーす。魔除け札？さて、魔除け札とは何でしょうかね。調べる。うん。すごい量だね、これ。すごい量だよね。どこに何しまったか忘れちゃうよ。で、こちらは？
あ、裏側？うーん。ここは入れるね。こっちは何だろうか。失礼します。あら、可愛い子がいるんじゃないの？奥に。ちょっと待って、もう一回だって何にも聞いてなかった。海深く太陽大使水の国幸深く丸あ水竜の水竜眺めて台風あリバヤさんは多分悪いやつじゃないんだな。この感じだと海を守ってるよってことなんだけど、竜宮の神様、なるほどね。ってことは何かがあって暴れていると、そういうことだね。ああ無駄無駄無駄。こんにちは。うん、はーい。おじゃるっていうの本当に浅ましいの言うの。違うよ無礼者め。ちょっと失礼しますよ。浅ましいって言われたってやるんじゃ。なんだろうこれ、弾ける？あ、弾けない。おっと、あざっす。あさましかった。私はちゃんとあさましいやつだったぜ。じゃあ、あさましさも見せたところで次の建物へ。ここは OK。 一応裏も回るか。なさそうっすね。あ、あるじゃん。報復のお札。はーい。じゃあこっち側もあんのかな？ないー。あ、あっち側。あ、これタイム測る人じゃない？チアス。うん。うん、ほんとね。はいはいはい、やるよー。これさ、攻撃してくるところをさ、あれなんかちょっと思ってたんと違うんだけど、あ、いいじゃん。なるほど、やっぱ混乱させてじゃないや、ちょっと目を回させてだね。よし、やったったでー。もう一回もう一回。あれ？こいつ早いな、回復が。もう一回。早いんだね、この傘さしたやつ。さあ、来いよ。来いよ、来いよ。いや、その弾嫌いなんですよ、私。ご存知だと思いますけど。あー、なんか、めっちゃ迫ってきた。めっちゃ迫ってきたんだけど。せい。よし、もう一回だね。いた。やってくれるな、この野郎。よっしゃー、うまい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 。でも、おっそ。うまくなかったわー。2分かかっちゃったもんね。ちょっと遅かったね。ちょっとね、バカだったね、私の戦い方。いいんです、そんなのは。いいんです。